妙法蓮華経法弁本第二二次聖尊十三昧。妙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 蓮華経法弁本第二from a viewer named Takatsunix. So, it's my pleasure that I will introduce a comment here as it is. The method of chanting, so-called Daimoku chanting, which is repeatedly chanted as Nammyoho Rengekyo, was invented by Nichiren himself. Nam means to be devoted,But Nammyoho Lotus Sutra means to be devoted to Wondrous Lotus Sutra. In India, they say to be devoted to God, but not to the scriptures. However, the fact that the Tibetan monks chant the scripture in Japanese style means that theLotus Sutra chanting method was re-imported from Japan to India. Again, the Lotus Sutra chanting method was re-imported from Japan to India. Takatsunex さんという方から次のようなコメントが届いていますので、そのコメントをそのまま紹介させていただきます。林先生、いつも貴重な考察検証動画をありがたく拝見しております。先生がおっしゃる日本仏教チベット由来説に大変納得いたしました。ただ冒頭のチベットの法華経度経について試験を述べることをお許しください。先生の説に異を唱えるものではありません。私は大学で中国思想哲学を漢文で学んでいたもので、数十年の法華経の行者でもあります。チベットで詠唱されているのは明らかに漢文訳法華経の日本語発音であり、日本での法華経の詠唱法が何らかの理由でチベットに逆輸入されたものと推察できます。南妙法蓮華経という題目は実は日本で日蓮によって発明されたオリジナルのチャンティングで、それまでインドや中国には存在していません。というのは、本来インド由来のチャンティングは何々仏に帰依しますと特定の仏に帰依を誓うものであり、何々経典に帰依しますというものは存在しません。特定の経典に帰依を誓う日蓮の題目という発想は、それまでの仏教の伝統を覆すものでした。サンスクリットで題目はナーマス・サッダルマ・プンタリカ・スートラと言いますが、これは日本で発明された題目を後世にサンスクリット語に訳したものと思われます。いわば日本からインドに逆輸入されて作られたようです。繰り返します。いわば日本からインドに逆輸入されて作られたようです。以上、長文にて大変失礼いたしましたが、先生のご研究のますますのご発展を祈り応援しておりますと。つまりタカツネクスさんはですね、次のように述べておられます。南妙法蓮華経と繰り返し唱える日蓮の題目の唱え方は、日蓮が日本で発明したものだ。
というわけですね。それはその通りだと思います。ナムというのは帰依しますという意味です。また妙法というのは一応サンスクリット語では因果な、あるいは不思議なという意味です。そして蓮華というのはつまりはサンスクリット語で物語という意味です。ですから因果な物語に帰依しますという意味になるわけですけども、つまり妙法蓮華経というのはですね、つまり経典に帰依しますという意味になるというわけです。インドではですね、神に帰依するとは言いますが経典に帰依するとは言わないというわけです。それが、高恒久さんの今回のコメントの一番のポイントかと思いますが、その経典をチベットの僧が日本式に唱えているということは、つまりは法華経の詠唱法は日本からインドへ逆輸入されたということになるのではないかというわけですね。繰り返します。法華経の詠唱法はインドから日本へ来たのではなくて、日本からインドへ逆輸入されたということになるのではないでしょうかというわけですね。で、なるほどそうかということで、今私林博士は合点しているということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。妙法蓮華経法弁本第二二次聖尊十三枚。妙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 蓮華経法弁本第二二次聖尊十三枚。現状三蔵 did not go to Narada University, India, and here is its proof and evidence. This is a very important story for the Japanese people. 妙法蓮華経法弁本第二二次聖尊十三枚。妙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 法蓮華経法弁本第二二次聖尊十三枚。高恒久さんという方から次のようなコメントが届いていますので、そのコメントをそのまま紹介させていただきます。林先生、いつも貴重な考察検証動画をありがたく拝見しております。先生がおっしゃる日本仏教チベット由来説に大変納得いたしました。ただ冒頭のチベットの法華経の経について知見を述べることを知っていただきました。私は大学の中央の宗教哲学を漢文で学んでいたもので、数十年の修行哲学を漢文で学んでいたもので、数十年の法華経の行者でもあります。チベットで詠唱されているのは明らかに漢文訳法華経の日本語発音の日本語法華経の印象法が何らかの意味でチベットに逆輸入されたものと推察できます。南妙法蓮華経という題目は実は日本で日蓮によって発明された
オリジナルのチャッティングで、それまでインドや中国には存在していませんというのは、本来インド以外のチャッティングは何にもごとく気をしないと特定のごとくの気を使うものであるなんで今日で気をしないというものは存在しません。特定の経典の知恵を誓う日蓮の題目という発想は、それまでの仏教の伝統を覆すものでした。サンスクリットで題目はナーマス・サッダルマ・プンタリカ・スートラと言いますが、これは日本で発明された題目を後世にサンスクリット語に訳したものと思われます。いわば日本からインドに逆輸入されて作られたようです。繰り返します。いわば日本からインドに逆輸入されて作られたようです。密教における以上長文にて大変失礼いたしましたが、先生のご研究のますますのご発展を祈り応援しております。たのであってとインドのナーランダ大学から来たのではありません。タカツネクスさんはですね、次のように述べておられます。仏教の本拠地であって南明法蓮華経と繰り返し唱える日蓮の題目の唱え方は、日蓮が日本で発明したものだというわけですね。それはその通りだと思います。ナムというのは帰依しますという意味です。また妙法というのは一応サンスクリット語では因果な、あるいは不思議なという意味です。そして蓮華というのは、つまりはサンスクリット語で物語という意味です。ですから因果な物語に帰依しますという意味になるわけですけども、つまり妙法蓮華経というのはですね、つまり経典に帰依しますという意味になるというわけです。インドではですね、神に帰依するとは言いますが、経典に帰依するとは言わないというわけです。それが高津美久さんの今回のコメントの一番のポイントかと思います。がその経典をチベットの僧が日本式に唱えているということは、つまりは法華経の提唱法は日本からインドへ逆輸入されたということになるのではないかというわけですね。繰り返します。法華経の提唱法はインドから日本へ来たのではなくて、日本からインドへ逆輸入されたということになるのではないでしょうかというわけですね。信仰していると。なるほど、そうかということで、今私林律師は玄奘三蔵は本当にしているということになります。行ったのでしょうか。その疑問の第一は、ナーランダ大学はブッダの仏教の大学、一方玄奘三蔵が長安へ持ち帰ったのは密教、つまり弥勒菩薩教、弥勒、もっとわかりやすく言えば、弥陀羅教。その証拠に、長安へ渡った空海が日本に伝えたのは、弥勒菩薩教。ブッダの仏教ではありません。ナーランダ大学に残る仏像と、空海が高野山の根本大塔に収めた大日如来像を見比べてみれば、一目瞭然。ナーランダ大学に残る仏像は、まさにブッダのブッダ像。根本大塔の大日如来像とは似ても似つかないものです。つまり空海が根本大塔に収めた大日如来像は、チベット密教の総本山、現在のタシルンポにある弥勒菩薩像と同じです。つまり玄奘三蔵はインドのナーランダ大学へ行っていない。行ったとしてもチベット。そのチベットでいわゆるチベット密教をそっくりそのまま持ち帰った。それがその後の密教となった。それが私、林博の解釈です。で、断言はできませんが、玄奘三蔵を何としてもですね、インドまで行ったとしたい、後の学者たちがそうしたストーリー、つまり、ナーランダ大学まで行ったというストーリーを作り上げたのではないでしょうか。大きな謎が残ります。そうした謎を、この動画の中で皆さんに
証拠を添えて説明します。広島市浜松市ジャパン。では画面を見ながら説明します。現状三蔵です。現状三蔵は先ほど説明しましたルートを通ってインドまで行ったとされています。シーアンですね。そしてこのヒンドゥークシュ山脈を越えて、そしてインドへ入ったと。そしてインドでは、ナーランダ大学で仏教を学んだということになっているわけです。が本当にそうでしょうかということなんですよね。で、丁寧に見てみます。で、ヒンドゥークシュ山脈を越えてナーランダ大学へ行ったと。ところがですね、まあナーランダ大学というのは、いわゆるブッダの仏教の大学なんですよね。で、いわゆるまあ、現状三蔵が聴演されたのは密教、すなわち弥勒菩薩教、弥勒菩薩、すなわち密令、すなわち密陀羅教なんですね。ここで大きな矛盾が生じてくるわけです。これがナーランダ大学です。で、このナーランダ大学、現在でも遺跡として残っているわけですけども、このナーランダ大学を見ていただくとわかりますように、これは密教の、いわゆる大学とは異質のものなんですね。その一つの証拠が、このブッダ像にあるわけです。これらはまさに、ブッダのブッダ像ですね。注目がご覧ください。ところが、空海が、いわゆる現状三蔵のね、寺へ行って学んで日本へ持ち帰ったのは密教ということになります。で、これがナーランダ大学、左の上がね、の仏像です。そしてそれは南伝仏教となって東南アジアへと伝わっていった。ですから同じ、コンセプトで作られています。その、ナーランダ大学系シーアンから現状三蔵が先ほど言いましたルートを通ってインドへ入り、そして、仏教を学んだってことになりますよね。密教ではなくて、ブッダの仏教を学んで、そして西安へ持ち帰ると。いいですか？そうして、その西安の、いわゆるその、現状三蔵の寺へですね、後に空海が行くわけです。そして空海が、その寺から密教を日本へ持ち帰ります。それ以前にね、一人、智通という、まあ、僧がですね、西安へ渡って、そして現状三蔵の二番弟子となるわけですけどもね、その、地図が回帰した寺が八田寺ということになります。その八田寺で、その学ん、空海が学んで、そして長安へ渡ったわけです。そして帰ってきて、高野山に根本大塔、いわゆる金剛不寺を、建立するわけです。その根本大塔の中央に祀ってあるのが、大日如来像、すなわちアフラマズダー像ということになるわけですね。そうすると、この両者を比べていただくとわかりますように、全く違うものなんですね。左はブッダの仏陀像。右の方はミトラ教における大日如来像、すなわちアフラマズダ像ということになるわけです。で、ここにですね、シガッツェというところがあります。シガッツェ。このシガッツェにタシュルンポジという、まあ、大弥勒菩薩殿というのがあるわけですけどもね。その大弥勒菩薩殿は後にできましたけども、チベット密教の、まあ、この辺りが、まあ、本拠地ということになるわけです。で、その、シガッツェの、その、タシルンポジに、太陽の神、すなわち、大日如来がこうして祀られているわけです。で、高野山にある、根本大塔にある大日如来像と、チベット密教の本拠地にある、シガッツェにある大日如来像を比べています。まあ、左も、これは大日如来像ですね。そして右も、大日如来像です。で、右の方はこれ、チベットですよ。インドではありませんよ。そこを注意してくださいね。そして比べてみますと、この両者は細部に至るまで同じなんですね。髪の毛の色、それから形、同じですね。青い髪。これが今日のポイントですから、皆さんも、まあ、しっかりと確認しておいてください。すなわち、空海が日本へ持ち帰った密教と、チベットの、まあ、密教と、この二つの像を通して同じであるということになります。で、後輩の三つの円で書いてある形も同じですね。それから作り方のコンセプトも大変よく似ているというか同じなんですね。これをどう解釈するかということなんです。左は一乗院の、まあ、
大日如来像ってことになりますよね、形からして。で、冠、青い髪、同じであると。右はチベット、密教の大日如来像です。ブッダの仏像ではありませんよ。そこを注意してくださいね。そして、今言いましたね、ここが今日のポイントということになります。後輩に仏像まで描かれている。全く同じなんですよ、これ。なおち、この間にあるのが、長安の玄奘三蔵の、いわゆる寺ということになるわけですね。放送集って言うんですか？同じってことになるわけです。そうしますと、玄奘三蔵はどこ行って何を長安持って帰ったかってなりますと、インドではないということになりますね。ナーランダ大学はブッダの、まあ、仏教の大学ですから。で、今、私たちが高野山で見る大日如来像というのは、これは、まあ、空海がですね、長安行って、まあ、持ち帰った教えということになるわけですね。そしてその長安に、そう、こうした、まあ、コンセプトを伝えたのが、玄奘三蔵であり、彼は、こうしたことからですね、チベットまでは行ってるけども、そこで帰ってきたということになるわけです。さらにこうして曼荼羅を比べてみますと、左がですね、高野山の曼荼羅です。で、右の方が、まあ、タシルンポの、いわゆるまあ、シガチェのタシルンポ寺にある曼荼羅です。同じですね。となると、どういうふうに解釈したらいいのかってことですよね。なあち、玄奘三蔵は、チベット行って、それを持ち帰った。それを、空海が、長安まで行って、日本へ持ち帰ったってことになるわけです。で、今まではこのシーアンから、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、そして、玄奘三蔵は、ナーランダ大学まで行ったということになってますけども、そうではなくて、空海が、まあ、この赤い線で、シーアンから、ヤタテラに、まあ、やっぱ、ヤタラで、まあ、金剛泉寺ヤタラで空海は若い頃学んで、そして、長安へ渡るわけですね。そして、まあ、この赤い線が、私は、玄奘三蔵が行った線だと思います。いわゆる、まあ、長安から、まあ、チベットを行った。しかし、そこで帰ってきたわけですね。ですから、ナーランダ大学は行っていないということになります。まあ、この今白いところで示したのは、これが、シガチェです。チベット密教の本拠地ということになりますね。で、もう一度詳しく説明しますと、この玄奘三蔵はシガチェまで行って、そして密教を学び、そして持ち帰って長安へ帰ったと。そしてその長安へ、まあ、現在、シーアンですけどもね。ヤタダラで、金剛泉寺ヤタダラで学んだ空海が、長安へ渡り、そして、その、玄奘三蔵が、四月生から、持ち帰ったものを日本へ持ち帰った。こういうふうに考える方が自然ですね。だから、四月生の大、まあ、魅力点にあるこの大日如来像と、根本体等にある大日如来像、すなわち両方とも、アフラマズダーということになりますね。ミトラはアフラマズダーを信仰してましたからね。本尊にしてましたから。ですから同じになると。こうした流れを裏付けるもう一つの証拠が、このバジラということになります。これはカトマンズに飾ってあるバジラですけども、まあ日本では五個書と呼ばれています。で、もともとは何かと言いますと、ゼウスが手に握っているサンダーボルトということになります。サンダーボルト、すなわち、ライデンですね。もっとわかりやすく言えば武器なんですね。これが、まあ、バジラとなって、そして五個書となって、まあ、空海の手に握られているということになります。このゼウス像は1680年にスミルナというところで発掘されたゼウス像なんですよ。近年になって発掘されたんですね。このゼウス像が右手に持っているのが、サンダーボルト、すなわち、バジラです。で、サンダーボルトイコールバジラ説は、これは私の説ではなくて、西洋では常識的な説です。で、それが日本の、まあ、空海の手に握られて五個書となったわけですね。これは特攻書ですかになるです。流れが違うということですね。要するに。で、空海はその、まあ、こうした、仏具にしてもですね、長安へ渡って、玄奘三蔵の玄奘三蔵の寺で学んだということなんです。そして弘法大師空海が唐から持ち帰り生涯大切にしていたと。これが、それが五個書であるということですね。
まあ、今その説明をしているわけですけども、これがミレイインプルメントと密教法具ですね。要するに、まあ、こうしたものがなぜ空間のところにあるかということをもう一度考えていただきたいと思うんですけど、流れとしては今言いましたように、バビロニアからチベットにミトラ教が渡り、まあ、そしてそれが密教となって長安渡り、そして日本へ来たということです。で、ミトラ教、ゾラスター教のもとからね、ミトラ教が生まれ、そうした神々の様子を立体歴史書として表したのが、ギリシャ彫刻っていうことになるわけです。そしてそのミトラ教が、まあキリスト教がね、国教となると同時に弾されて、まあ、西洋ではミトラ教は消えますけども、その一部がチベットに残って、チベット密教として残ったわけです。そしてそこへ、玄奘三蔵が行って、長安へ持ち帰った。で、それをまたさらに空海が日本へ持ち帰ったということになります。で、結論をもう一度皆さんにお話します。これがナーランダ大学です。で、今までは、玄奘三蔵はナーランダ大学まで行って、その密教をですね、長安に持ち帰ったと言いますけども、ナーランダ大学は本当に密教の大学だったのかということなんですけども、どこを見てもこの密教らしいと言いますかね、雰囲気はありませんね。そうしますと、まあ、もうお分かりですね。玄奘三蔵はここへ来て、いわゆるブッダの仏教を持ち帰ったのではなくて、いわゆるチベット密教を長安に持ち帰ったということになるわけです。すなわち、ナーランダ大学へは行っていないということになりますね。その証拠が、空海が日本に伝えた、いわゆる密教と、それからチベット密教が同じであるということなんですね。すなわち、玄奘三蔵が長安へ持ち帰ったのは、ブッダの仏教ではなくて、チベット密教の密教であったということになります。その証拠が、この空海がですね、建立した根本大塔の中の大日如来像にあるというわけです。左がもう一度皆さん確認してください。これが空海が日本へ持ち帰った大日如来像です。で、右がですね、タシルンポにあります大日如来像です。全く同じなんですね。どちらかがどちらかを盗作したと言ってもですね、誰も驚かないほど同じなんですね。髪の毛の色、風合い、それから頭から垂れ下がっている布の感じまで同じなんですよ。これをどう解釈するかということなんです。すなわち、空海は長安から持ち帰ったなら、その長安へ玄奘三蔵が伝えたのは、ブッダの仏教ではなくて、チベット密教そのものであった、イコール玄奘三蔵はインドへは行っていないということになるのではないでしょうか。つまり、ミトラ教、すなわち、弥勒菩薩教と、ブッダの仏教は、しっかりと区別して考えるべきではないかということです。続くビデオ、どうかご覧ください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about Tashirumpo Monastery in Tibet and its strange line which connects Koyasan Kongo Buji with Tashirumpo Monastery. According to Wikipedia, it's right about Tashirumpo as follows. Tashirumpo Monastery, founded in 1447 by the first Dalai Lama, is a historic andculturally important monastery in Shigatse, the second largest city in Tibet. まず皆さんに一本の直線を見ていただいています。左からブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてその右がですね、タシルンポ総院です。Shigatseというところにあります。そして中央が長安ですね。現在の西安です。その長安にいた玄奘三蔵がですね、密教を求めて、四月へ行きます。まあ、その当時まだ、多士論法総院はありませんでした。
タシルンポ僧院は15世紀に建立されますからね。まあ、そこは私、混同してました。シガツエというのは、地名です。タシルンポ、というのは、タシルンポ僧院のことですね。で、玄奘三蔵が、唐の長安に、シガツエから密教を持ち帰ります。で、そこへですね、勅命を受けまして、日本から、智通が、唐の長安に渡ります。で、智通はここで学んで、そして、玄奘三蔵の二番弟子となって日本へ戻ってきます。そして、八田寺を、金剛泉寺八田寺を建立します。金剛泉寺八田寺です。その金剛泉寺へですね、八田寺へ、若い頃の空海が行って修行し学びます。そして、唐の長安へと渡ります。そして、唐の長安でですね、まあ、玄奘三蔵が建立した寺で学んで、そこで密教を学び、そして日本へ持ち帰ります。まあ、こういう流れなんですね。そして、日本へ帰ってきた空海は、金剛峯寺を建立、高野山に金剛峯寺を建立します。高野山、金剛峯寺です。まあ、こういう流れです。で、こうして、四社が、まあ、繋がるわけですけども、その、まあ、ルンビニ、いわゆる四月へ、タシルンボ、そして、長安、八田寺がですね、このように、新一直線に、並んでいるということですね。西安、まあ、長安大きな町ですから、ややずれるということも考えられます。で、この直線をですね、八田寺の方から見ますと、まあ、このようにですね、直線になっていると。その八田寺で、まあ、これから降りてみますと、さらに興味深いことがわかります。八田寺の、まあ、参道ですよね。がありますけども、八田寺の参道は、まっすぐと、長安、それから四月へ、タシルンポ、今現在のタシルンポ寺があるところですね。そして、ルンビニを向いています。この黄色い線がですね、左から引いてきた線が、長安から引いてきた線です。長安の中心部から取りました。そして、この、八田寺の参道を横切ります。そしてですね、ちょうど中央あたりがやや上方に参道がずれてますね。で、現地行って住職に聞きましたらですね、この塀はですね、その後何度も建て替えられたそうですね。ですから、その都度、道の方向が違ってると。ですから、向かってちょうど中心から、この中心から右側の方はですね、私ところ立ってみた時に気がついたんですよね。参道が途中でやや折れ曲がっている。で、なぜ折れ曲がってるんですかって聞きましたら、塀を建てるときに何度もそのあたりをいじったからだというふうに、住職は教えてくださいました。要するにこの八田寺がですね、まっすぐと、ルンビニ、それから、まあ、昔の長安ですね、そして、タシルンポの方を向いているということですね。まっすぐ行けばルンビニ、そして、タシルンポですね、タシルンポ僧院ですね、現在の四月瀬です。まあ、現在の時は四月瀬の、タシルンポ僧院です。ここは間違えてましたから皆さん誤解なさないでください、ね。時代が合わないんじゃないかと。いわゆるその、タシルンポ僧院が建てられたのはですね、1447年ですからね。で、空海が、生まれ育ったのは、774年から835年ですからね。ですから時代的にも合わないということになるわけですよね。ですから、まあちょっと時代的にずれてるということにもなるわけですけどね。まあ要するにこのタシルンポを皆さんこれから、僧院へ案内します。四月にあるタシルンポです。ですから、玄奘三蔵がですね、まあ密教、いわゆるその、弥勒菩薩教のですね、本願、いわゆるメッカである四月へ行って、そして、密教を持ち帰ったということですね。で、その後、四月にタシルンポ僧院が建てられたということになります。もう一度繰り返しますけども、私は地名をですね、タシルンポと間違えていましたので、まあ、ここで訂正させてください。まあ、要するにこれは四月へのタシルンポ僧院というふうに言うのは正しいんでしょうね。です。まあ、これが四月へのタシルンポ僧院ということになります。いや、大弥勒菩薩殿ですよね。弥勒殿がある、まあ、いわゆる四月へのタシルンポ僧院です。まあ、大変な豪華な、寺だ、そうですね。僧院だそうです。で、これが、タシルンポ僧院。四月前にある、まあ、しつこいですね。四月前にあるタシルンポ僧院ということになります。で、まあ、玄奘三蔵はですね、まあ、いろんな説がありまして、インドまで行ったということになってますけれども、玄奘三蔵はですね、7世紀、602年から664年の方ですからね、もうその頃インド行っても、まあ、密教はなかったものと思われますね。まあ、それはわかりませんけどもね、まあ、インドへは私は行ってないと思います。まあ、このライン理論にから考えてですね、まあ、と同時に、まあ、空海の、まあ、不審さんに鑑みてですね、私は玄奘三蔵は、この4月へ行っていたと思います。
行って、そして密教を持ち帰ったと考えています。まだいろんな意味でね、符号性があるものですから、そのように考えています。これがまあ、日本風に言えば、大日如来。それから、いわゆるゾラスター教風に言えば、アフラマズダということになります。で、検証してみますとですね、これまた奇妙な、位置点があるんですよ。左が高野山金剛峯寺ですね。で、大日如来像です。そして右がですね、太刀論法、総院になります。まあ、今後、いわゆる、大日如来ということになりますよね。そして、この帽子がですね、大変よく似てるヘルメットですよね。これは、ついづくビデオの中で、ヘルメットということを証明します。そして、この髪の毛がね、青いということに注意してください。まあ、古代の神々は、あるいはエイリアンはですね、髪の毛が青かったというふうに解釈もできるわけですよね。まあ、ここで、まあ、色が具体的に出てくるわけですけどもね、ヘルメットの方も青いですね。まあ、綺麗な青ではなかったかと思います。で、高野山、左側にです。高野山一乗院にあります、やはり大日如来像だと思います。2年ほど前ここに一泊させていただきました。それでやっぱりこの髪の毛を青く塗っているところも、大変興味深いと思います。そしてその後輩のね、作り方のコンセプトも同じですね。3つの円が組み合わさってできています。右のいわゆるまあ、4月の田代峰総院の方も3つの輪が、組み合わさってできていますね。そして後輩のですね、作り方のコンセプトも同じであると。となると、どういうふうに考えたらいいんでしょうかね。時代的には、左の方が、高野山の方が先ですから、田代峰のね、総院の方が真似をして、コピーして作ったということになりますけども、それはありえませんよね。まあ、ということですね。まあ、ありえないということですね。要するに、それ以上言うようがありませんけどもね。要するに、この冠のコンセプトも同じであると。ということは、まあ、原点が一つあって、双方に二つに、まあ、分かれてね、同じ作り方が伝わってきたというふうに取られますし、逆、まあ、現状三蔵が、田代峰、いわゆる四月へ行ってね、密教を持ち帰って、それで長和に行って、長和にまた空海が行って、同じものを日本へバトンタッチして持ってきたというふうに考えるのが、まあ、流れとしては自然ですね。となりますと、やっぱり、現状三蔵というのはですね、インドまで行ってるわけじゃなくて、こうしたまあ、事実を積み重ねていきますと、四月への、まあ、田代峰総院へ行って、まあ、その時はまた田代峰総院はありませんけどもね、四月へ行って、まあ、密教のメッカである四月へ行って、密教を学んできたというふうに考えるのが自然ではないでしょうか。で、髪の毛も作り方もポコンポコンポコンとね、葉っぱのようになっているところも同じだということですよね。まあ、右、ですから左がまあ、大日、まあ、これは根本タイトルの中の、いわゆるまあ、大日如来像ですね。で、壁に書かれている、その、同じ根本タイトルの中の壁に描かれている像とも一致するわけです。まあ、こうして並べていきますと、現状三蔵がどこまで行って、どのようにして、まあ、密教を持ち帰ったかということが浮かび上がってくると私は考えています。まあ、これが右の方はですね、田代峰総院の壁画ですけども、まあ、それと同じようなものが、ものがあっていきますか、これはまあ、いわゆる大蔵界マンドラ、マンダラですね、ですけども、真言ということはマントラって意味なんですよ。皆さんご存知ですか？真言、マントラ、ね。マントラのことを真言って言うんですね。実は真言宗って言うんですけども、要するに、まあ、空海が、まあ、建立した、その高野山金剛峯寺と、それから、田代峰総院と、その、壁画と一致しているということですよね。まあ、こうした事実を積み重ねていきますと、やはり私は、まあ、こうして四つの点を決めてですね、それで決めてとか、一直線並んでいると。で、まあ、現状三蔵は、唐の長安から、まあ、いろんな説がありますけどもね、インドもあったっていうことはありますけども、その間にはヒマラヤ山脈がありますからね。ですからまあ私は、4月へ行って密教を持ち帰ったと。ですからインドへは行ってないと思います。そして地図がですね、職務を受けて日本から派遣されて2番弟子となり、そして、現状三蔵の2番弟子ですよ。そして、ヤタゼラを建立する。それから、200年経ってからですね、空海が学んで、そして今度は長安行って、密教を持ち帰って、今後無事、を、まあ、タコ屋さんに建立したと。まあ、こういう流れなんですね。まあ、そうしますと、流れも素直になります、素直と言いますか、素直に流れが流れていくってことでしょうかね。まあ、要するにこういうふうに考えています。で、ただ、空海という、まあ、僧はですね、まあ、普通の空、僧ではありませんでしたね。まあ、まさに神、神に近いと言いますか、神であると言って良いほどの、まあ、僧であったということですよね。ですから、こうした、それがなければね、こうした直線もただ単なる偶然で片付けてしまうかもしれませんけどね、間に空海がいますからね、偶然とは片付けられないと。まあ、これが立てられですけどもね、この参道も、長安の方をしっかりと向いている。その先に、田代峰があり、さらにその先に、ルンビリがあるということですよね、皆さん。これをただ単なる偶然と片付けるのは無理だということは、続くビデオをご覧いただくとわかりますけども、空海は、なんと、二
ニネベ定数を知っていましたという話をこれからしますけども、まあ、そういうことを重ね合わせて考えてみますと、空海の、まあ、謎と言いますかね、空海のその奥深いと言いますか、ミステリーに迫っていただけるんじゃないかと思います。ということで今日はですね、まあ、現状三蔵、まあ、まとまりのない話ですが、現状三蔵、それから立ち論法、総員、そして、空海の謎について改めて考え直していました。続くビデオちょっと長いですけども、空海の謎を知っていただくためには、大変良いビデオかと思いますので、どうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kukai, a holy saint in Japan. The more you know about him, the more you make it sure that he is saved. 知れば知るほど謎の聖人、空海、そして高野山。動画を2本。再編集してみました。どうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Ransuke Japan, edited by Hiroshi Hayashi. Kukai and his secret number are a mystery of number 567 million.It's my great privilege that I can show you here in this video clip that Ransuke-san, a friend of mine, has made a great discovery to solve the mystery of number 567 million probably left by Kukai when he passed away in 835. Ransuke-san が大変な発見をなさいました。それをこうして皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。空海は亡くなるときにですね、56億7000万年後という数字を残したと言われています。56億7000万年です。で、この数字が何を意味するかですけども、まあ、この数字がどうしてできたかですけども、天上の趣味線、その中心にある塗装点でのですね、神々の寿命は4000年と言われています。そして天上の国における1日はですね、地球上の400年に相当すると言われています。で、そうして掛け算をしますと、まあ、数字が出てくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、神々の寿命は4000年である。そして、神々の1日は地球上の400年である。で、12ヶ月の30日を掛けますと、数字が出てきます。その数字が5億7600万年となるんですね。576ですね。そうしますと、中心の赤い数字、567と食い違ってきますね。それで、仏教哲学者の先生たちはどのように説明しているかと言いますと、入れ替わったと説明しているのです。本当にそうでしょうか？もう一度計算してみますね。神の、いわゆるミトラの、弥勒のですね、菩薩の寿命は4000年。そして、土祖天のね、1日の、は地球上の400年に相当すると。で、計算しますと、5760となるわけです。で、これを、まあ、置き換えたと。まあ、そういうふうに解釈しているわけですけども、これに対してですね、ランスケさんが大変な事実を教えてくださいました。皆さんも電卓を用意して計算してみてください。確かにこのまま計算しますと、576になって、567とは食い違ってきますね。しかし、純粋退院歴ではですね、30日ではないんですね。純粋退院歴では1ヶ月の長さは 29.53125 日なんですね。で、この 4000×400×12 ヶ月 ×29.53125 をかけますと、波数なく、ゼロもそのままでぴったりと5670になります。まあ、この数字を見たとき、私はゾクッとしましたね。すなわち、まあ、置き換えるなどという、まあ、はっきり言えば、神々のミスではなくて、そのままの数字だったんですね。4000×400×12 ヶ月、それに 29.531255 をかけますと、ぴったしと5670という数字になって、空海の残した56億7000万という数字と一致するわけです。ただし上は5億6700万になってますけども、まあ、ともかくも数字が一致するということなんですね。そこで登場するのはニネベ定数なんです。
ニネベテウスというのはバグダッドの南でですね、近年になって発見された数字です。これが195兆95520という数字になって繋がっています。60の70かける70。この数字がどうして重要かと言いますと、太陽系のみならず銀河系の星々の運行の動きまでですね、すべてこの数字で説明できるからなんですね。で、このニネベテウスを下の、まあ、グリーンで囲ったのは私は、空海定数と呼んでますけども、いわゆるニネベ定数を空海定数で割ってみますと、これまた絶妙なことに数字がきちんと出てくるんですね。で、それをこれから皆さんにお見せしますが、その数字というのがですね、345600ですね。それは 60×60×6×4。一つ4が落ちてます。ごめんなさい。4が落ちてますが、60×60×6×4×4 なんですね。まあ、ちょっと訂正いたします。まあ、こういうことなんですね。すなわち、地球は24時間で60分で60秒。それをかけますと 86,400 秒という数字が出てきます。すなわち、地球は1日ですね。86,400 秒だってことなんですね。すなわち、それで計算しますと、ランスケさんがおっしゃるには4地球日だってことになるわけです。で、この345600という数字もまた絶妙なんですね。で、ランスケさんがおっしゃるには、これは月の直径と一致するということです。まあ、これが何を意味するかわかりませんけども、まあ、単純に考えれば、まあ、趣味線にしてもですね、塗装線にしても、それは地球上での、まあ、世界の話ではなくて、地球を離れた、まあ、月もしくはその他の惑星、もっと言えば他の星々における、まあ、世界であるということなんですね。エラーは20キロです。で、ランスケさんはこのようにも教えてくださいました。月、地球、太陽ですね。の、まあ、直径を並べてみるとですね、このような数字が出てきます。月は3476。地球は12756。そして太陽は1392000km ですね。で、この数字を比にして鳴らしますと、地球対太陽の比率はちょうど1対400になるというわけです。で、この400という数字が、まあ、出てくるわけですけど、またこの絶妙なんですね。先ほど出てきた数字と比較してみます。なあち、まあ、400という数字はここ出てくるわけですね。いわゆる、弥勒菩薩の弥勒のですね、塗装点での寿命が4000年であると。で、塗装点の1日は地球上の400年に相当すると。400という数字が並ぶわけです。関係があるのではないか。ということなんですけども、関係がないという方が無理ですね。いわゆる神の世界は、この地球上にあるのではなくて、地球を離れた別の世界にあるということを、まあ、こうした数字が示唆しているのではないかということなんです。まあ、それについては今後調べていきますけども、もう一度、ランスケさんがおっしゃった、教えてくださった数字に、着目してください。空海は56億7000万年後に、ということを、言葉を残しています。5670ですね。で、繰り返しになりますけども、天上の趣味線、塗装点における、塗装点というのは趣味線の中心部を言うわけですけどもね、における神々の寿命は4000年である。そしてその世界における1日は地球上の400年に相当するということですね。で、それを計算しますと576となると。が、しかしそれは、まあ置き換えて5670にしたと。まあそういうふうに解釈しておられますけども、そうではなくて、それは計算ミスなんですね。いわゆる宗教学者の先生たちの計算ミスということになります。が、このことは大変重大になっていますか。事実を私たちに教えてくれています。もう一度計算し直しますね。で、この30日の部分をですね、29.53125 で置き換えています。現在分かっている純粋単位暦の1ヶ月の日数は、29.53125 です。まあ、30日で計算しますと、56576というふうに数字が食い違ってきます。で、空海の残した5670という数字とは違うというわけですね。それは宗教学者の先生の方が間違っていたわけです。30日ではなくて、実際の数字は 29.53125 なんですね。29.53125 なんです。それでかけてみますと、何も置き換えなくたって、そのまま5670という数字になります。ということは、空海は当然この数字を知っていたということになるわけですね。皆さんも、先ほど言いましたように、電卓を使って計算してみてください。0000まで同じです。29.53125をかけますと、何も置き換えなくても、そのまま567という数字が出てくるわけです。このことは重大な事実を私たちに教えてくれています。それが、このビデオの今日の結論ということになりますが、それは当時に私がランスケさんから学んだことであります。
すなわち、私たち人間はですね、もっと謙虚になるべきだったということですね。なるべきだし、なるべきだったということなんですね。もし、私たちがですね、空海の教えをそのまま聞き、5670という数字をそのまま聞き、それから、天上の、まあ、屠蘇天における、まあ、神々の寿命が4000年であり、屠蘇天における1日が地球上の400年であるということを、もっと素直に知っていればですね、この空海の空海定数をですね、4000×400×12 で割れば、いいですか？もっと早い時期に、もっと大昔に、私たちは 29.53125 という数字を知っていたはずだということなんです。しかし、それをねじ曲げてしまって、こじつけて、置き換えてしまったから、わけのわからんことになってしまったわけですね。すなわち、仏は神を信ずると言いながら、実は何も信じていなかったということになるわけです。もっと言えば、私たちは、神や仏にもっと謙虚になるべきだった。そうすればもっと早くこの 29.53125 という数字を知って、そして純粋大輪機に私たちはその数字を生かすことができたということなんです。ということをこの数字は私たちに教えてくれています。どうもラスケさんありがとうございました。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Kukai, who was assisted by aliens, I'd like to prove it with mathematical evidence in this video clip. Kukai. Kukai の予言。Kukai は入滅するときにですね、56億7000万年後に弥勒、弥勒がですね、降り立ち、そして人々を救済すると、言い残しました。56億7000万という数字ですね。これが何を意味するのか私にもわかりませんけども、この56億7000万という数にはさらに重大な謎が、といいますか、秘密が隠されていました。ただ56億7000万という数についてはですね、それに異論を取られる人もいます。一説によれば、5億7600万という人もいるようです。まあ、ともかくも、空海は56億7000万という数を言い残してこの世を去ったと言われています。で、この56億7000万という数について調べてみます。が、ここでは一応5億6700万ということにしておきます。後でこの数を訂正します。5億6700万。5670、6つですね。10の6乗です。で、この数は何を意味するのか、検証してみます。1分は60秒です。そして、1時間は60分です。さらに、1日は24時間、すなわち 6×4 ですね。で、これで計算しますと、一日は 6066×4 の 86,400 という数字が出てきます。一日は 86,400 秒ということになります。で、この数字を4倍します。そうしますと 3,4,5,6,0,0 と続きます。3,4,5,6,0,0 と続きます。それに空海の残した5億6700万をかけます。その数はぴったりとニネベ定数にと一致します。ぴったりとニネベ定数と一致します。ニネベ定数が発見されたのは近年になってからです。ニネベ定数は60の7乗×70。太陽系の惑星の動きをこの数で全て説明できます。左がニレベで発見された粘土板です。この粘土板に、このニレベ定数が彫り込まれていました。この195兆9552億ですね。これは、地球の、まあ、自転の動き、それから、水金地下木土天海冥ですね、の惑星の動きまで説明できます。すなわち、惑星の
最小公倍数ということになるわけですね。で、シャトランはこれをニネベ定数と名付けました。つまり単純に考えても、空海はこのニネベ定数を念頭に置いていたものと考えられます。逆に考えてみます。5億6700万に秒数8万6400をかけて4倍しますと、その数はニネベ定数となります。そこで最初に申し上げましたように5億6700万を56億7000万と置き換えてみます。その場合は 0.4 倍すると2レベ定数になります。なぜ空海はこんな数を知っていたのかということになるわけですね。これこそまさに空海が私たちがエイリアンと呼ぶ、まあ異星人によってですね、助けられていたという証拠になるのではないでしょうか。この論文はその2レベ定数を説明したものです。その2レベ定数の謎については続くビデオの中でまたご覧ください。空海は2レベ定数をしていた。でなければ56億7000万という数字は頭に浮かばなかったはずです。ブッダが説いていたとしたならば、ブッダもエイリアンによって助けられていたということになります。空海の知る由もない数字ということになります。まあ、ここで44という字が出てきますので、この4にこだわってみますと、これは多分にこじつけかもしれませんけども、4×4 は16、16は1プラス6、8プラス8ですね。なあち、四国88。これはまあ88というのは非数学で出来上がっているんですけども、と関連付けられることも考えられます。となると、空海は数学的ユーモアのセンスのあった人というふうにも考えられます。空海の謎は続きます。またこの続きは考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi Hidemitsuji Japan.Mystery of Koya-san. 大日如来 is Mitra. 高野山の謎。大日如来はミトラだった。その証拠と証明。昨日、大阪市在住の辻秀美さんという方からこんな本を送っていただきました。大変分厚い本です。ありがとうございました。で、その本を開いて最初に目に飛び込んできたのがこの像なんですね。金剛峯寺にあります大日如来像です。で、この像はミトラです。まず、神々の系図について。これは、ペルセポリスに残りますアフラ・マズダーのレリーフです。私が知る限り、最も古いレリーフです。このアフラ・マズダーを神として、ザラスストラがゾラスター教を開きます。そしてその流れを、やがてミトラが引き継いで、ミトラ教を起こし、前1世紀にはペルシャ一帯を支配します。その流れはチベットへ入り、そのチベットへ元朝三蔵が、長安へ持ち帰ります。行き。そしてその長安から空海が日本へ持ち帰ります。空海は若い頃、金剛泉寺八田寺で修行したと言われています。左がゼウスです。ゼウスが持っているのがサンダーボルト。そしてこれがチベットに残るバジュラです。そのバジュラが日本へ入り、五箇所と呼ばれます。空海が手にしているのがその五箇所です。まあ、こうした流れからもわかるように、あるいはそのアイテムからもわかるようにですね、空海は、ミトラ教の流れを組んでいるということですね。ギリシャ神話というのはミトラ教の世界を彫刻という形で具体化したものです。チベットから日本、もう一度見ています。これがネパールに残るバジュラの、まあ、模型ですね。これがタシルンポです。ここの大弥勒殿が密教の大本山です。ここへ玄奘三蔵が行ったものと私は考えています。その玄奘三蔵が長安へ密教を持ち帰り、そしてその長安から空海が日本へ持ち帰り、金剛峯寺を建立します。
金剛泉寺八田寺で学んだ空海が金剛不二を建立します。で、これがルンビニ、釈迦の生まれ育ったルンビニです。そしてこれがタシルンポジですね。で、長安。そして八田寺。これら4箇所を線でつなぎますと、ほぼ新直線になっているのがわかります。ルンビニですね。手前がルンビニで、先が八田寺です。今度は逆に八田寺からルンビニの方向を見てみます。直線になっているのがわかります。また、八田寺の参道はまっすぐ長安、それからタシルンポ、それからルンビニを向いています。この八田寺の参道に中深くご覧ください。参道をまっすぐと横切っています。今度は参道に視点を置いて、見てみます。この参道はまっすぐ長安、タシルンポ、そしてルンビニを向いています。ここのご住職にそのことを伝えましたら、本当ですかと言って驚いていらっしゃいました。まあ人間技ではありませんね。この参道はまっすぐ長安を向いています。では、バビロニアの神々についてのおさらいをしてみたいと思います。これはシュメールの神々の系図です。2行目にエンリル・エンキがいます。そしてその孫娘がイナンナですね。バビロニアではイシュタールという名前で呼ばれています。左がシュメール、右がバビロニアの神の、まあ、総図ですね。言うなれば。で、頂点にイシュタールが立ちます。これはアタゴさんが届けてくださいましたけども、教会石です。で、この両者を比べてみますと、大変興味深いことがわかります。左の方ではエンリル・エンキが頂点にいますけども、バビロニアの方ではイシュタールが頂点に立ちます。これはエンリルですね。ここにエンキがいます。バビロニアではエアーと呼ばれています。そしてイナーナはイシュタールとなり頂点に立ちます。スティングは、月の神ですね。月の神の方が太陽の神よりも地位が上なんですよ。で、シャーマシュがここにいます。これが太陽の神です。水色がね。で、シャーマシュは、ギリシャ神話の中ではヘリオスという名前で呼ばれています。ただし、ヘリオスはチタン族に属するんですね。で、オリンピアンと戦争に入り、オリンピアンの方が勝ちます。すなわち、チタン族は敗れますと同時にヘリオスは太陽の神の座を、まあ、奪われると言いますか、譲るわけですね。そして、その座を、ゼウスの息子のアポロが引き継ぎます。今度はアポロが太陽の神になります。ここにいるのがレアですね。で、レアの子供がゼウスってことなんですけども、同時にレアとヘラは同じ顔をしています。ゼウスの妻のヘラとは同じ顔をしています。ということはギリシャ神話の中では同一女性だということを示しているわけです。まあ、このようにギリシャ神話というのは立体彫刻によって古代の神々の系図を、まあ、歴史書として示しているわけですね。で、チタン族とオリンピアンは戦いに入り、チタン族は敗れます。そしてゼウスが頂点に立ちます。そしてヘリオスは太陽の神の座をアポロに奪われますね。で、私は、ゼウスイコールザラスストラというふうに考えています。いわゆる、まあ、ザラスストラが、まあ、ゼウスだということになるわけです。そしてその息子の、アポロが太陽の神になるわけですけども、ここで注意していただきたいのが、これがミトラですね。そして、そのミトラの右にいるのがアポロです。実はこの二人の神は同一、まあ、神っていうことになりますね。同一神です。そのこともギリシャ神、彫刻を丁寧に、まあ、精査すればわかります。ミトラは、すなわちアポロ。アポロはミトラということになります。これがアポロの像です。そして、右がミトラの像です。共にギリシャ彫刻です。で、髪の毛が、まあ邪魔ですから、髪の毛を取って比較してみますと、この両者は全く同じであることがわかります。すなわち、3D プリンティングテクノロジーを使って作られているということですね。やや写真の角度が違いますから違って見えますが、その部分を、まあ勘案して比較してみてください。すなわち、ギリシャ彫刻はですね、このような形で、アポロはミトラのことだよってことを私たちに教えているわけです。ここが重要ですから、よく見といてください。すなわち、アポロというのはミトラのことだということですね。そして、そのミトラは12月25日、母、アナヒータのもとで、つまり、諸女解体で生まれ、3人の賢者がやってきて、ミトラの誕生を祝います。
わかりやすく言えば、キリスト教というのは、ミトラ教をそっくりコピーした宗教ということになります。もう一度、キリスト教の流れを見てみたいと思います。頂点にアフラ・マズダがいます。そして、先ほど言いましたように、ザラスストラがゾラスター教を開き、その流れをミトラが組んでいきます。前1世紀にはペルシア一帯を支配しますと同時に、先ほど言いましたように、ヘリオス、すなわちシャーマ氏は戦いに敗れて太陽の神の座を譲ります。そこで、ヘリオスとイシュタールと組んでキリスト教を立ち上げます。ですからキリスト教ではですね、30歳以前のキリストの初代は全く不明なんですね。で、それがチャーチ・イン・ローマへと引き継がれます。後のカトリックとなるわけですね。そして左の方はフリーメイソンへと繋がっていきます。で、キリスト教の方は、チャーチン・ローマの方はですね、ローマの国教となると同時に勢力を得て、そして今度は逆にミトラ教を徹底的に弾圧して潰してしまいます。で、イシュタールはローマ国教となると同時にイースターという名前に変えて、それまでミトラ教の春分の日であったのを、まあ、復活祭の日として祝うようになります。まあ、イースターというのはもともと豊穣の神ですから、卵ですね。それから多産のウサギを、まあ、祝うわけです。アジアのミトラ教。で、先ほど言いましたように、ミトラ教はチベットへ入ります。で、ペルシャ、ヨーロッパのミトラ教は姿を消します。で、ミトラ教はどんどん小さくなっていくわけですね。が、まあ、チベットにその、まあ、勢力と言いますか、力を残すわけです。そこへ、玄奘三蔵が行って、寵愛持ち帰り、その二番弟子の、玄奘三蔵の二番弟子の、智通が、八手寺を開帰します。その八手寺へ、空海が行って修行し、帰ってきて、金剛無事を建立します。この、いわゆる、まあ、根本、大塔の、いわゆる、てっぺんにある、これが、草輪って言われているものですけども、これは、生命の木をかたどったものだと考えられます。写真が小さいので少し見にくいですけども、法隆寺の草輪は明らかに、Tree of Life をかたどっています。これは、アタゴさんという方が発見なさいました。そして、この生命の木は、現在、クリスマスツリーとして、まあ、引き継がれて、クリスマスの日に祝われています。これがクリスマスツリーの原点ですね。で、法隆寺の草履について調べてみます。これは、愛宕さんという方が、発見なさいました。どなたも、流用、東用、転用はできませんので、ご注意ください。まあ、この頭のてっぺんにあるのが、これが草履です。で、私は、ここへ行きですね、法隆寺へ行き、60倍の望遠レンズで、この写真を撮ってきました。そして比較しました。で、法隆寺ではこれをストゥーパだと教えていますけども、それはあとは皆さんの判断です。どちらの説明の方が、まあ、合理性と言いますか、説得力があるかという問題ですね。右が生命の木、そして中央が、まあ、法隆寺の五重の塔の草輪です。で、これを比較してみます。注意深くご覧ください。すなわち、法隆寺の五重の塔の方ではですね、いわゆるバビロニアの生命の木を模して、まあ、草輪とした、いわゆる飾り物としたということになります。と同じものが私は、高野山の、根本大塔の、草輪にも使われていると判断しています。今度、また高野山行って、それを検証してみたいと思います。ともかくも、法隆寺にしてもですね、そして空海の建立した金剛無事にしても、ミトラ教の、いわゆるバビロニアのね、ミトラ教の流れを組むものであるということが、これで、まあ、証明できるわけです。中央てっぺんにいるのがアフラ・マズダーです。神の中の神、太陽系を支配する神の中の神ということになります。そしてこれが、Tree of Life です。それが法隆寺の、五重の塔の、草輪として使われている。と同時に、まあ、空海の建立した金剛無事の、根本大塔の草輪としても使われている。というふうに私は、判断しています。まあ、写真がね、まだ不鮮明ですから、断定はできませんけども、ほぼ、確信しています。
では日本の今度はミトロ教について考えています。少し話は戻りますけども、一番左にいるのが太陽の神ですね。それからミトロ教、ミトロが生まれ、そしてその流れはまあギリシャ神話からガンダーラ、ガンダーラから、中宮寺へ伝わっていると、この図は示しています。写真は示しています。そして、いわゆる聖徳太子が、法隆寺を建立。その建立、五重の塔のてっぺんには、僧林、すなわち、生命の木が使われているということですね。いわゆる、まあ、聖徳太子がミトラ教を日本へ持ち込んだということになります。で、金剛峯寺のミトラ教です。今も言いましたように、生命の木がこのように、まあ、根本大塔のてっぺんに使われて、そしてこれが根本大塔の中の、大日如来像です。この左右に一体ずつ、あることに注意してください。で、これが左がミトラ教の神事をしているところです。これは誠さんっていう方がこの写真を届けてくださいました。中央にいるのがミトラ。向かって左にいるのがエンディル。そして向かって右にいるのが三角形なのが、これが延期です。これが現在フリーメイソンのシンボルマークにもなっています。延期が人間を改造したと言われています。そして並べていますと、これら両者が同じであることがわかりますね。ミトラ教の神事と、そして、根本大塔の中の大日如来像の配置図が同じ、すなわち中央にいるのはミトラということになるわけです。そしてこのミトラの頭を見ていただきたいんですけども、左が、これが今言いました、神事の神事をしている絵の中のミトラです。頭が同じだってことにお気づきになりますか？なあち、この両者ともフリギュア帽をかぶっています。フリギュアというのは古代トルコの古名です。まあミトラは、ミトラ教はそこで生まれたわけですね。で、この帽子が、まあ、自由のシンボルということになるわけです。フランス革命の闘士たちもこの帽子をかぶって自由を求めて戦いました。なあち、フリギュア帽ですね。その帽子が先ほど冒頭で紹介しました金剛峯寺の大日如来像の頭と一致します。さらに分かりやすい写真がありますので紹介しますが、この大日如来像の頭とそして延期の頭を比べてみてください。コンセプトが同じであることが分かります。さらに面白い絵が見つかりました。中央の神ですね、名前が分かりませんけども、この頭を比較してみてください。作りが同じであることが分かります。バビロニアの神です。こうして、空海の金剛峯寺の仏像と、仏像というか、像とですね、そして、古代バビロニアの像がこうして繋がっていきます。で、これは帽子というよりも私はヘルメットだと考えています。バビロニア、そしてアッシリアの神々は皆この帽子を被っています。で、ここで空海の非数学。秘密の数学について触れておきたいと思います。空海は88箇所の、まあ、巡礼ですね。88箇所巡りというのを開きました。まあ、この巡礼という発想そのものが、まあ、東洋的、日本的ではないような感じがしますが、88というのは8たす8イコール16、16というのは1たす6の数字で出来上がっています。1たす6は7となります。この7が非数学となります。こうして、まあ、数字にこだわっていくわけですね。そして、それは、曜日の概念へと繋がっていきます。太陽1、そして、6曜日を6、1プラス6、7、7曜日もこうして生まれました。その説明は別のところでしましたので、またご覧になってください。空海は最後に、こういう言葉を残しておき、この世を去ったと言われています。56、7000万、年後に私は戻ってくると。で、1秒は、1分は60秒、1時間は60分、そして、1日は20、4時間ですね。6×4 です。これを掛け算しますと、1日は86400秒という数字が出てきます。86400です。注意してくださいね。86400です。なぜこんな、まあ、数字を使ったかということなんですけど、この86400に4を4倍しますと、345600となります。で、345600に5、空海が残した言葉、5億6700万を掛けますと、これがニネベ定数となります。空海が56億7000万って言った数に対しては 0.4 をかけます。そうしますとニネベ定数になります。ニネベというのはバグダッドの南にの丘のですけども、そこでこんな粘土板が見つかった。それには 60×70×70 という数字が書き込まれていました。すなわち、この数字はですね、太陽系のみならず銀河系全体の星々の動きすらも、この数字によって説明できます。
その説明はまた別のところでしましたから、また興味のある方はご覧になってください。すなわち空海はこうした数字も残してこの世を去っているわけですね。なぜ空海がこんな数字を使っていたか、バビロニアでその粘土板が発掘されたのは近年になってからです。しかし空海はその数をすでに今から1200年前に知っていたということになります。ニネベ定数です。林博ニネベ定数で検索をかけてみてください。空海はニネベ定数を知っていたというようなことを以上考えまして、まあもう一度今度逆に見てみましょうか。5億6700万を8万6400秒かける。それを4倍しますと、ぴったしとニネベ定数になります。もうこれは偶然の位置とはとても言えませんね。ニネベ定数は繰り返しになりますけども、近年バグダッドの南で発見された、まあ、粘土板です。それにはこの数字が書き込まれていました。では結論ですけども、冒頭に挙げました、金剛武士の大日如来像は、これはミトラです。四方八方からいろいろな証拠が集まってきますが、その一点は、これがミトラ像であるという結論に集まります。中心にあります。大日如来はミトラです。The Sun God、神、太陽の神ですね。ということで、まあ、辻秀美さん、どうもありがとうございました。まあ、いただいた本を見てですね、あ、これはミトラだということを、わかりましたので、それをお伝えしたくて、このビデオを作ってみました。どうもありがとうございました。では、続くビデオをどうかお楽しみください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Mystery of 1 plus 6 is 7, the Star of David.1たす6は7の謎、ダビデの星。ここにお見せするものにはですね、ある共通の非数学が隠されています。1たす6は7の非数学です。まさに世界は神々の支配下にある。ということです。ミトラ教です。ミトラ教ですね。左に松明、中央に、7つの霊、光線を持つ円が描かれています。ミトラには7本の光線があります。それが現在の自由の像につながっています。1プラス6は7ということです。曜日もその中の一つですね。太陽気、水、金、地、火、木、土、1プラス6です。水、金、地、火、木、土と並んでいます。最初の3つを内惑星、次を外惑星といい、ダビデの星にそれを当てはめています。内惑星、今度は外惑星ですね。こうして並べて月火水木金土の曜日が決まりました。カレンダーはこうして生まれたわけです。このカレンダーの中にも1プラス6の非数学が隠されています。太陽が1。それから月火水木金土が6というわけです。太陽の紋章。これはツタンカーメン王の墓の中から見つかったものですね。これには16枚の光線が彫り込まれています。日本の最も神聖な紋章にも16枚の光線が描かれています。そしてそれは世界中で見つかっています。最後に出てくるのがこれ、イシュタールモンの紋章です。そこにもやはり16枚描かれているというのは大変興味深いですね。16、すなわち1たす6は7の非数学です。法隆寺テンプル。
にもですね、秘数学が隠されていました。これは愛宕さんが発見なさったことです。法隆寺の五重塔です。この、まあ、てっぺんに総輪っていうのがありますけども、この総輪をはですね、バビロニアに伝わった、命の木の形を正確に、写し取っています。ご自身でご確認ください。そして、6個ずつと言いますかね、左に6個、右に6個、そして中央に 1本ありますから、6たす1。ここにもやはり非数学が使われています。1たす6は7というわけです。それから今度は空海ですけども、88箇所巡りがよく知られていますね。空海は四国88箇所を定め、そして巡礼を進めたわけです。88。すなわち、8たす8は16というわけです。もうお分かりですね。88、すなわち8たす8は16、1たす6は7の非数学です。日蓮も16という数字にこだわりました。日蓮、まあ、にとって最大、まあ最大と言いますか、最も重要な本尊が、この保田の妙本寺にある、このお筆の本尊です。日蓮は16行の三文を書くのに、固執しました。16ですね。このように16は1たす6イコール7、非数学が使われています。その原点にあるのがダビデの星です。中央に太陽を置きます。そして1プラス6の非数学を組み込みました。ということで、非数学の簡単な説明をしました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Makote and Hiroshi Hayashi, Japan. What is religion for humans? Japan in Mithraism.宗教とは何か。日本の中のミトラ教。マコテさんから送っていただいた写真を見ながら改めて私は宗教とは何か、日本の中におけるミトラ教とは何かを考えています。それを皆さんにお伝えしたく、このビデオを編集してみました。どうかご覧ください。マコテさんどうもありがとうございました。Hello, this is Makote Taka in Tokyo and Hiroshi Hayashi, Japan. Japan's the land of gods. Japan in Mithraism. ミトラ教の中の日本。日本はまさに神々の国でした。調べれば調べるほどそうなるんですからどうしようもありませんね。マコテさんが大変、まあ、貴重な絵を届けてくださいました。これがその絵なんですけども、これはミトラ教の神事をしている信者の方がですね、神事をしているところの絵だそうです。で、中央にいるのが当然ミトラになります。ミトラはフリギア帽をかぶっています。フリギアというのはトルコ古代の国名です。まあ自由のシンボルとしてローマで確立したわけですね。これはフリギア帽です。で、そのフリギア帽をかぶってフランス革命が起きました。マリアーヌはフリギア帽をかぶっています。まあご覧ください。フランスの当主たちはフリギア帽をかぶって、まあ、フランス革命を起こしたわけですね。そのビデオは今日この後につなげておきます。で、これが自由のシンボルっていうわけですね。素晴らしいですね。で、
これが誠さんが送ってくださった写真の中にいろんなその謎が隠されてますけども、まあ、フリーギャボーがあり、そして、まあ、その、自由の象徴であるフリーギャボーがですね、フランス革命と繋がっていたということなんです。で、もう一人ですね、ここに、まあ、ミトラ教のガードと言ったらいいのか、あるいはこれ、彼自身が、エンディルなのかわかりませんけども、ここにもう一人の神がいます。この神ですね。エンディルですね。で、これが、マコテさんが届けてくださった写真ですけども、このエンディルですよね、これは。顔を比べてみてください。それで、このエンディルがですね、実は、日本にも、まあ、この神はいるわけですね。で、これが、まあ、マコテさんが探してくださった、エンディルと思われる神です。で、両手にですね、棒のようなものと、それから、六個書、五個書、六個書のようなものを持ってるわけですが、わかりません。で、右が、ご存知、不動明王です。不動明王も同じものを持ってるんですね。棒に丸い輪です。ここにちょっと注目してくださいね。棒に丸い輪です。丸い輪です。棒に丸い輪と言いますと、これはアフラマズダのシンボルなんですね。そしてアフラマズダはどこかの王に神権の象徴であるリボン付きの輪を渡しています。右がエンディルです。エンディルは地球の支配者でした。そしてどこかの王にやはり神権を渡しています。このアイテムをよく見比べてみてください。棒と、それから、リボンのついた輪ですね。で、これは不動明王がみんな持ってるわけです。で、右が、これがアフラマズダが持ってる神権の象徴ですね。冒頭は。自分が王だぞっていう意味ですね。で、和は、王権っていうふうに英語で訳してありますね。symbol of kingship と書いてあります。ですから、和を渡すことによって王権を渡していたわけです。神権はやはりこの棒を持った人が持ってるわけですね。ですから、棒を持ってるっていうことはですね、この、なんていうんですかね、この棒を持ってるっていうことは、まさに私がこの地球の支配者だという意味になるわけです。で、和は相手にその王を渡すって言いますか、王権を渡すためのシンボルということになるわけですね。それで今度はミトラ教の、もうここを見てください。ここに三角形のマークがあります。これはですね、その後にフリーメイソンのシンボルマークとなった三角形だと思いますけども、絵がもう一つ確か、正確ではありませんけど、真ん中に、左のね、真ん中に目らしきものが見えます。となると、もうお分かりですね。左がエンリルで、右が延期ということになります。そしてこの真ん中を見てください。ここに、松明の、が掲げてありますね。これは、当然、ゾラスター教の流れを組むわけです。ミトラ教は、ゾラスター教から生まれました。その自由の女神像になり、そして、現在はオリンピックの聖火として引き継がれています。で、それは日本では空海がその密教、密令を伝えて、そして高野山で、真言宗を開くわけであります。で、真言宗では今でも松明を焚いています。そして、これが、中央にいるのがミトラ教の僧侶だと思います。そして、この彼が手にしているこの棒と丸岩に注目してください。やはり同じものを持っているんですね。そして、その棒と輪は、不動明王へと引き継がれる。いわゆる引き継がれるんじゃなくて逆なんですね、これ。いいですか、皆さん。私もふっとして間違えるんですけどね。日本から、ペルシャを渡ったんですよ。昭和最後のお見せしますが、ちょっと余談になりますけど、ここに星のマークがありますね。これ単なる星じゃないんですよね、これ。このマークというか記号はですね、文字なんです。ディンギルと読むんですね。シュメールの言葉で。すなわち、神を表すくさび型文字です。これは私が書いた本、てかまあ、30年近くも以上前に書いた本の中にそれをで発見しました。ディンギル、いわゆる、エホバですね。神です。そして右の中国のディもね、これ、テイというのは神のことだそうですね。最近知ったんですよ。で、このミロの、ジュアン・ミロの絵の中にも、このマーク、絵があちこちに書かれてるんですね。よく出てくるんですよ、このマークが、ね、ミロの絵の中にね。これはみんな神を表すシンボルマークです。ミロは、まあ、ミトラ教の信者であったか、フリーメイソンのメンバーであったかということになるわけですね。そしてこれは何かと言いますとね、日本でもこの模様の鏡は、銅鏡はたくさん見つかっていますけども、これは言うまでもなく、イシュタールの紋章なんです。イシュタールというのはエンディル、延期の孫娘です。
そして、このイシュタールが5度女神中の女神になって、世界の女神として君臨するわけです。これは右の方が、高井東京さんが届けてくださったイシュタール神のシンボルマークです。まあ似てるというのも、このもともとこれは8つの方向に光が伸びているのは、金星を表しています。なわち、イシュタールは金星から来たというわけですね。で、タカさんがイシュタールには枝の鏡も関係あるのかと、ここでは疑問符をつけて皆さんに、提供いたします。じゃあ、アフラマズダインジャパンをご紹介いたします。これは、井戸尻で発見された土器ということになってますね。井戸尻。しかしこれは土器じゃありませんね。頭の部分と、一対で、対でペア、一体となっています。で、これはですね、言うまでもなく右の方はアフラマズダ。そして後ろに輪がついてますね。これは神剣をつけた人の輪なんですね。そして頭がボコボコボコっと出てますね。これはエンディル延期の、いわゆるレリーフにはみんなこの、模様が描かれています。そしてこれが、ミトラ教の神事の模様の絵ですけども、見比べてみてください。棒。それから丸いは、一体性というか、これで統一性が持てましたね。もう一度説明しますと、これが井戸尻で見つかったアフラマズダーです。そして、これが、エンリルを表す不動明王ですね。まさに神の中の神、地球の支配者です。で、エンリルはですね、アフラマズダー、自分自身もアフラマズダーを信仰しているのかもしれません。アフラマズダー自身は地球は私は降りてこなかったと思います。では、結論を皆さんにもう一度お話します。いいですか？ここが重要ですから、もう一度よく聞いてください。日本に神々がいたんですよ。そして、いたというか、いるんですよ。日本はまさに神々の国であったわけです。そこからペルシャルを渡って、ゾラスター教、ミトラ教を開いていく。そして、東の方行って、マヤ、アステカ、そして、インカへと、その、教えが伝わっていくわけです。つまり、日本が中心であった。そのシンボルって言いますか、証拠が、前方後円墳ということになります。まさに空から見て日本は、この土地は神の国であるぞっていうことを、内外に示したのが、このシンボルマーク、すなわち日本の前方後円墳ということになります。これこそがまさに日本ランドがですね、日本が神々の国であるという証拠ということになります。Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Afura Mazda or Dainichi Nyora in Japan and his beautiful blue helmet. As you have already known, Afura Mazda is the Avestan name for the creator and so god of Zoroastrianism, the old Iranian religion predating Islam.Afura Mazda is described as the highest spirit of worship in Zoroastrianism, along with being the first and most frequently invoked spirit in the Yasna. The literal meaning of the word Afura is light and Mazda is wisdom. Zoroastrianism revolves around the three basic tenets: good thought, good words, and good deeds. アフラマズダ、つまり日本の大日如来は美しい水色のヘルメットをかぶっていました。アフラというのは光、マズダは知恵を意味します。言うまでもなくゾラスター教の最高神、神の中の神です。そのゾラスター教は良い思想、良い言葉、そして良い行いの三つの主義で成り立っています。で、大日如来イコールアフラマズダーです。アフラマズダーは美しいブルーのヘルメットをかぶっていました。高野山金剛峯寺に残っている大日如来像をご覧ください。大日如来のヘルメットがその証拠ですが、同時にそのアフラマズダーはこの日本にいたことを忘れてはいけません。土偶がその証拠です。土偶がかぶっているヘルメットに注意してください。同じです。つまり、日本の縄文土偶はその昔、神々を表したものです。この日本には神々すべてのオールキャストが住んでいたということになります。アフラマズダ以下、アヌオ、エンキ、エンリル、そしてイナンナ、イシュタールです。画像を説明します。今皆さんにご覧いただいたのが縄文土偶ですね。
まあ、中央にいるのが大日如来像です。で、美しいブルーの色が残っていますね。そしてそのコンセプトは、それぞれのヘルメットと一致します。なあち、これらの神々は皆美しいブルーのヘルメットをかぶっていたということになります。そしてもう一度、この大日如来像を見てください。そして、ウルに残っている、まあ、イラクですね、の神のヘルメットを見てください。そして、左が縄文、まあ、土偶ですね。同じコンセプトのヘルメットをかぶっています。注意深くご覧ください。これがその証拠です。で、少し縄文土偶の話をしておきたいと思います。少し前に作ったビューですけども、これは埴輪ですね。この埴輪はヘルメットをかぶっています。オーバーオールヘルメットですね。首のところに線があるところ、段差があるところに注意してください。そして胸に抱いているのはこれは人間ではありませんね。そして同じコンセプトで作られているのがシメルの神ですね。カクンカクン型で細い腰ですよ。注意深くここもご覧ください。すなわちこれら三者は同じなんですね。そして同じコンセプトで作られているのが日本の縄文土偶だということです。肩幅が広くカクンカクンと回って脇の下に空間ができています。そしてそれがですね、長野県のですね、血の下で見つかった仮面の女神へと繋がっています。がそこで終わるわけではなくて、それが最終的にはいわゆる遮光器土偶へと繋がっています。肩幅が広くカクンカクンと曲がって腰が細いです。そしてヘルメットをかぶっています。このヘルメットがバビロニアの、まあ、イシュタールに繋がっていくということですね。イシュタール、ヘブライ名はマリアです。まあ、マリ。これはあのマリで見つかった右下はですね、イシュタール像ということになります。同じヘルメットをかぶっているということで、こうして繋がっていくわけです。で、結論はもう今日の結論は簡単ですね。大日如来です。頭に注意してください。まあ、独特なヘルメットをかぶっている。そして同じものがウルで見つかっているということですね。そしてその以前に、縄文土偶も同じヘルメットをかぶっているということです。こうして繋がっていくわけですね。大日如来、そしてウルの神、そして縄文土偶です。つまりこれらの神々は同じコンセプトのヘルメットをかぶっていたということになります。いかがですか？そしてその色は美しいブルーであったということですね。その証拠がこの金剛峯寺に残る、まあ大日如来像ということになります。楽しいですね。ロマンチックですね。ということで続くビデオどうかご覧になってください。神々の世界がより皆さんに理解していただけるものと思います。Bye for now!